はい、こんにちは、クラノーです。今回も考察会、野田今日も考えるをやっていきたいと思います。今回は、価格の決め方、いわゆる定価、プライシングについて、お話をしていきたいと思います。世の中のね、それが、おにぎりの価格一つでとっても、なんだろう、ダイヤモンドの指輪の価格一つをとっても、どういうふうにプライシングされているのかって、企業って、価格付けをしているのかみたいな話がまとめてお話できるといいなと思います。はい。で、価格の話って、価格決定って、もう本屋さんとかに行ったら書籍もすごいあるぐらい、もう難しい学術とかで溢れてるんですけど、今回はすごい噛み砕いて、もう野田流で簡単にご説明していきたいなと思いますので、お付き合いください。それでは価格の決定についてお話していきます。いってみましょう。はい。じゃあ、早速、いくつかのパターン、価格ってこうに決まってるよっていう、いくつかのパターンをお話ししていきます。まず一つが、コストプラスっていう考え方ですね。これはすごく原始的なプライシングなんですけど、材料買ってきて、もしくは取ってきて、山で取ってきてとか、買ってきてとか、でそれを、いくらで、コスト、仕入れのコストがかかりましたか、プラス、自分の人件費、それを何日で製品にしたときに、自分の人件費がいくらとか、機械の、機械で物を作る場合は機械の、運転費用がいくらか、材料費プラス製作費イコール、それの商品のコスト、これに対して、このコストに対していくら利益を足して、最終的にこういう定価ですよ、金額ですよっていうふうにする方法ですね。だから、これは非常にすごくシンプルで、原始的なプライシングの仕方なので、まず一番最初に持ってきたんですけど、でも分かりやすいですよね。いくらで仕入れてきて、いくらその、人件費かかって、いくら利益を乗っけて、全体的な、定価にしましょう。コストプラス利益イコール定価、価格、定価というより価格っていう話なので、すごく分かりやすいと思います。ただし、原始的すぎるというか、それがいわゆるその市場の、ウォンツ、このぐらい、この商品、この、飴1個だったらこのぐらいの金額だよねっていうところから、乖離したものになってしまうと全く売れなくなるという、考え方ですね。でもね、今だからこんな原始的なその価格付けやってるとこあるのみたいな話になるんですけど、市場を無視した、でもね、あんまり尖ったことは言えないけど、家具屋さんのメーカーではある、まだ未だいます。っていう、なんでそんな価格になるんですかって聞くと、仕入れがこうでみたいな話になるんだけど、いやちょっと待ってっていう、そういう金額になっちゃうのはしょうがないけど、それじゃまずいから、じゃあコストっていうのを圧縮して下げていこうっていう努力をしないところっていうのは、平気でその普通にコストがこうかかってこうなって、こういう高い金額になりますみたいなことを言ってくるメーカーさんっていうのはあります。だからそういうところはやっぱり、未だにあるけど、でもどんどんやっぱり仕事はね、昨今なくなっていくので、潰れていく道かなと思います。コストプラスっていうのは原始的な方法ではありますけど、基本的にその市場を無視しているっていうところでは、今時の、プライシングとしてはなかなかこう難しいプライシングなのかなっていう、そういう話になります。はい。2つ目が、マーケットインですね。いわゆる市場を考えたプライシングという形です。で、これはこれも分かりやすいというか、本当に噛み砕いて言っちゃえば、例えばそのキノコの山っていう、お菓子があって、そのうちの
メーカーはこのキノコの山みたいなものを作ってキノコの山を市場を取ろうみたいな話になった時、キノコの山の価格っていうところに対して、同じ価格かそれ以下の価格かという、まあ、それを基準にしてプライシングをしていくって形ですね。まあ、もちろんその質であったり量であったりっていうところも問われるんですけども、今回プライシングの話なの で、まあ既存のマーケット、じゃあ例えば内側のソファーのを作りますって言った時に、例えばどこそこのライバル店のソファーはこのぐらいの金額でこのぐらいの金額にしといた方がいいかなみたいな、例えばそういうふうな考え方の話ですね。まあマーケットインです。でまあそれは非常に理にかなってるというか、実際それで売れている商品に対してその準じた価格をつけていくっていうのは、そこのマーケットで競わせることができるので、まあ、非常にこう価格の付け方としてはやっぱり、優秀な付け方になってくるのかな。単純ですけど、まあ、非常にか、分かりやすい、プライシングの仕方だと思います。もちろん価格を同じにしてるから既存のこれよりもうちの方が売れましたっていうのは、 質に関してがちゃんと追いついてないと、まあ、質だけじゃないんですけど、後で出てくるブランディングとか、まあ、そういったこともいろんな要素が細かく必要になってくるんですけど、でもプライシングの仕方としては非常にこうまとえてくるというか悪くない、まあ、市場がそのぐらいの、需要供給バランスのその接点の部分っていうところも含めてね、決定しているその商品の価格に対して似た価格を持ってこれるっていうのは、まあ、的を得てくるという形に多分なってくると思います。まあマーケットインという考え方は、そこから派生してマーケットインの中の付け方、価格の付け方としては、スキミングプラスとかパネトレーションプラスとか細かく言ってくると、まあ、いろんなそのテレンテクダみたいなのがここに付随して出てくるんですけど、まあ、それはちょっと今回は基本的にシンプルな話をしたいので、また今度機会があったら、マーケットインの価格の中でも、今時はこういう付け方がありますよみたいな、例えばパネトレーションプラスっていう今話しましたけど、まあ、簡単に言っちゃうとすごく安くつけといて、そしてそれで、市場がわーってそれを消費する中でだんだんの量の、注文を受ける量の規模が大きくなって、即座に規模を大きくしてか、それを、数の原理でコストを安くしていくっていう、で追いつかせるっていう、まあ、そういうなんかちょっと競争ゲームみたいな、低価格の付け方だったり、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、その辺の話はまた今後、もし必要があれば細かく話していければなと思います。はい、まあ、2つ目はマーケットインということで、はい、3つ目は集合プライスですね。まあ、集合のプライシング、まあ、これも、どっちかって言ったらマーケットインのそのプライシングに対する一つの、バージョン、一バージョンではあるとは思うんですけど、この人気商品はとりあえずキャッチーな商品は安くしておいて、でそれで、いっぱいそれに対してその集客をした上で、実際はそのプラスアルファの、もので粗利を取っていく。まあ、この A という商品はこの B とか C とかっていう商品とセットでないとこうなかなか機能しづらいみたいなもので、 B と C、 A で集客をして B と C で粗利を取り戻していくっていう、まあ、考え方のプライシングですね。集合プライス、例で言えば、なんだろう、ラーメン屋さんのラーメンとオプションの関係とかがそうなのかな。例えばラーメン自体はすごく美味しい、麺も美味しいしスープもすごく美味しい、でそれが、1杯が390円、うわ安い、これは 500-600円級の麺やスープだ、なんだけど結局はそのトッピングを乗せていくことによって、まあ、チャーシューとか、卵とか分かんないですけど、でそれが結構粗利を取っていって全体のその、一つの、セットのラーメンになった時にちゃんと粗利が五分五分みたいな、まあちゃんとした粗利がつい取れるように、できているそのプライシングですね。うちはそういうやり方はしてないんですけど、例えば椅子を粗利を削っ
ってプライシングして、まあ、安く設定してプライシングして、テーブルで、コストを上げていくっていう、まあ、考え方をしている、ブランドっていうのはいくつか知ってます。まあその、まあ、社長さんどうしてもそんな話になったりするんですけど、まあ、どういうふうなプライシングしてますかみたいな話になった時、いやうちは椅子は結構あの低コストにして、まあ、このうちのあの A という、人気の椅子があるんで、まあ、そこで引き寄せておいてテーブルでちゃんと利益を取っていくっていう、まあ、そんな話をしている、メーカーブランドショップがありますし、まあそんな感じで、セットになって例えばソファーとリビングテーブルの関係とか、まあ、そんな形で、プライスをうまくやりくりされている企業さんっていうのはあると思います。まあ、これ集合プライスですね。だからまあ、先ほど言ったそのマーケットインを基本にし、マーケットインのプライシングを基本にして、それをうまくばらつかせていく、全体にした時にその集合プライシングでそれをオンさせて、でそれでうまく経営していったりブランディングしていったりっていうするところが今は基本かもしれないです。だからまあもしこれを見ている方の会社の商品が、全部あらりがこのぐらいの制作価格がこのぐらいだから、それをひっくり返してあらりを乗せたらこういうふうな、定価になりますよね、価格になりますよねっていう、いわゆるコストプラス、最初に言ったコストプラス法でやってるところは結構原始的な、うちの会社って原始的なプライシングしてるんだなっていうふうな認識になっていいんじゃないかなと思います。まあ、もっとね、細かく言っていくと、いろんなその戦略方法とか戦術方法っていうのはプライシングに対してはいっぱいありますんで、まあ、それを駆使しているところであればところであるほど、多分今の、現在のその企業体制もしくはブランディングとしては成功しているところが多いんじゃないかなと思います。で、これで最後4つ目の、プライシングになりますが、まあ、言っていけばもっといっぱいあるしキリがないんですけど、まあ、今回ちょっと4つにまとめようと思って4つ目なんですが、これはね多分教科書あるとは思うんですけど、あんまり見ないんだよな、方法で、まあ、独断プライスです。独断プライス、いわゆるもうこれはいくらっていうふうに、勝手に決めちゃう形ですね。まあ、絶対価格って言ってもいいのかな、うん、独断というより絶対価格ですね、ネーミングとしては。つまり先ほど言ったそのコストプラスにしてもマーケットインにしても相対的な価格なんですよ。いわゆるコストプラスっていうのはその、原材料費といわゆる、人件費みたいに、いわゆるコストがに対して利益を乗せるというコストに対して相対的な価格付けだし、マーケットインというのも、まあ、ライバル店でも、まあ、大体まあこの商品でこういう価格だよねっていう平均値に対する相対的な価格になってくるっていうことなんですけども、相対とかも関係なくても絶対価格ですね。もうこれはもう例えばこのテーブル100万円みたいな、いくら材料費がかかっていくら人件費がかかって仕入れがいくらだったとかっていう話も関係ないし、あるいはそのライバル店にこういう丸テーブルがいくらで売ってますけど、そういうのも関係ないし、もうこれはいくらみたいな話ですね。でこれはやっぱり一番こう王様プライシングというか、まあ要はそれで売れたら一番いいわけじゃないですか。まあ大抵高くなる傾向にあるんですけど、100万とか1000万とかこれ1億とか、まあそういう話なんですけど、まあそれって一番どういった企業であっても憧れる価格付けなんですけど、それを許されるのは、全く他の企業が真似できないものですね。もちろん真似できないで一定の需要がある、一定以上かな、一定以上の需要がある商品っていうのはもちろんなんですけど、真似できないものです。真似できないっていうのはどういうことかっていうと、基本的には技術、こういう技術でできました、でもちろんこういう効果があります、こういう利点やこういうベネフィットをお客さんにもたらしますっていう、まあ商品になるわけなんですけど、まあ要は技術、卓越した技術、そこの会社にしか持ってない技術ですね。それから真似できないデザインですね。もうまあ登録商標とかもいろいろそのデザインを真似させないためのその方法論というのはちょっと置いとくとして、まあ確実にそこでしか、そこのデザインですねっていうものの真似のできないデザインですね。この辺が相まった時に、そこの商品というのはブランドが生じます。
でそのブランドが商品、生じたその商品っていうのはもういくらでもいいわけなんですよ、まあ、もちろん限度はありますよ。これ1億って誰も買わないでしょうけど、相対的な価格付け、今まで話したような相対的な価格付けとはまた裏腹にもういくらっていうふうにすることができると。まあ、うん、まあ余談ですけど、まあ利休ですね、いわゆる利休の価格付けっていうのはそういうところがありましたね。まあもともとあの時代って、戦国時代って、あの韓国経由で入ってくる中国の器だったり、韓国で作られた器だったりっていうものがやっぱり一番美しいとされていたし、実際美しかったしなんですけど、まあそれの基本的には、価格っていうものがある中で、利休はもう自国の器っていうのは自国で作るべきだし、自国でマネジメントしていくべき でそれをむしろ逆に海外に売っていかなきゃいけない、ですよっていうふうなことを説く中で、だからこそここの、大陸からの器よりも高くなければいけないんです。だから私の思想や私の作り方や、こうやってできたこの茶碗に対して、この、今もてはやされている大陸からの、器よりも高くしなければいけないんですって言って、高くをして、例えばその茶入れ一つが一つ、もう一つの国が買えるぐらいの価格まで跳ね上げていくっていう、でそれでブランドを逆に作っていくっていう、まあ形ですね。まあいわゆる絶対価格ですね。でまあ今以上4種類の、まあ、価格プライシングについて話をしたんですが、まあやっぱりね、あの企業の夢というかブランドの夢というかね、やっぱその最後に言ったその絶対価格っていうものを、我々は追い求めていかなければいけないのかなと思います。まあ基本ベースとしては、マーケットインですね。もちろんコストアップっていう考え方もすごく大事です。コストは大事、粗利取れなかったら商品を売る必要がもうなくなってくるんで、意味がなくなってくるんで、まあコストアップ、そしてマーケットイン、まあそういったところもちゃんと踏まえていく中で、でもやっぱり最終的には絶対プライスっていうところまで、ブランドを構築していく必要性があるのかなと思います。だから全部はやっぱりないまぜになっていって作っていく、ブランドっていうのは、この商品はこういう方法だし、この商品はこれとこれとこれのプライシングを合体させたようなプライシングだしみたいな形で、より複雑なプライシングをしていく、必要性がこの現代からこの先はある。特にこの先はどんどんもっと商品を販売するっていうことが混沌としていくので、プライシングっていうのはより重要な、施策になってくるんで、そこをしっかりと、考えて実践していかなきゃいけないのかなと、勉強していかなきゃいけないのかなと思います。はい、はい、じゃあまあそういうことで今回は、本当に基本的なプライシングのお話をさせていただきました。なんか、面白かったとか、まあ、ちょっと考えるヒントになったとか、思っていただける人がいたらぜひ高評価と、あとまだの方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。